さあこんばんは、ホッサンです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は7月の8日土曜日ということで、久々の配信になりますね。ホッサンのオラジオをお届けしていきたいと思います。久々になってしまったのは理由がありまして、すいません、本当に理由があってですね、まあ、アウェーの遠征に行っていたということと、コロナになってしまったということと、あとバーベキューがあったりとかですね、いろんな理由があってちょっとなかなかできなかったんですけども、今日は久々に生配信ができるということで、嬉しく思っております。ホッサンのオラジオでございます。よろしくお願いいたします。光強いかな。もしなんかちょっと今のうちに音のバランスとかお気づきな点があれば、ぜひ今のうちにお聞かせいただければと思います。ちょっと待ってね、私もちょっと待ってくださいね。一応大丈夫そうですね。さあというわけで、今日は非常に大切な一戦の、前夜ということで、まあ今ねちょっと興奮されている方もいらっしゃるかと思いますし、人によってはまだちょっと喜怒哀楽がね渦巻いているというか、特に怒りの方の部分の、感情がまだこう収まってない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。そんな夜を迎えているわけですけども、いかがお過ごしでしょうかね。僕ちょっと今日実はですね、コロナになる前からこう会話をしてると喉が刺激されて、たまに咳が出るっていう症状があるんですね。で今日もちょっとかなりお聞き苦しい点がもしかしたらあるかもしれないんですけども、先にちょっとそこの点申し訳ございません、お断りしておきます。たまに咳が出るんで、そこだけちょっとご容赦いただければと思います。これでもなかなかごめんなさいね、少し良くなってきたんですけども、ちょっとねその症状があったもんで、配信っていうのがなかなかできない部分もあったりいたしました。でもまあ今日はある程度大丈夫かなと思っているのと、あとね最近ね分かったんですけど、お酒をねちょっと飲むと喉が緩むのか調子がいいってことに気がつきまして通常この配信の時ってお酒飲まないんですけども、一応そんな理由でねちょっと今日本酒をちょっとだけ飲んでます。喉の調子が良くなるっていう感じなので、で、まあ、僕そんなに酔うタイプではないので大丈夫だと思うんですけども、ね、ちょっとだけ飲まさせていただいてます。皆様もぜひ、ねまあ、決戦の前夜ですんで、今のうちはまだちょっとリラックスして飲み物とかを飲んで、お付き合いいただければというふうに思います。今11時25分ぐらいですね。この配信は一応1時にはいつも終わる形で進めていきますので、約1時間半ぐらい、1時間半弱かな、進行によってはもうちょっと早く終わる可能性もありますけども、進めてまいります。お時間を許す限り、ご一緒いただければ嬉しいです。というわけでホッサンのオラジオ、今日もよろしくお願いいたします。さあいつものお約束からちょっと読まさせていただきます。お付き合いくださいませ。さあホッサンのオラジオです。ようこそおいでいただきました。飲み物等をご用意してご参加ください。極力コメントはなるべく一応全部読んでいきますが、他の人がご覧になりますので、他のチームご自身とは違う考えの方にもご配慮をよろしくお願いいたします。さあいかがお過ごしでしょうかということで、私的に言うと僕主催のバーベキュー大会が、3週間ぐらい前かな、行われまして、約60名ぐらいの方にご参加いただきました。ご参加された皆様本当にありがとうございました。大盛況そしてヴェルディファミリーからもね、バンバーターからね選手だったりね、我々のが誇るデザイナーの方だったりとかね、そしてあと、セパタクローの、方々だったりというのがお越しいただいたりして、サポーター以外にも、多数ご参加いただきました。本当にありがとうございました。また機会があればぜひやりたいと思います。なんかねこう初夏の
楽しい思い出としてこうね、すごく印象深い出来事になってくれてたら嬉しいなと思いますし、反応をいろいろ聞いてるとすごくなんか参加された皆さん、ご参加された皆さん、すごく印象深いイベントだったんじゃないかなっていう風なところが感じられて、結構大変だった部分もあるんですけども実はコロナ明け1週間で行ったので、体力的に本当に大丈夫かどうかってすごい心配だったんですけども、なんとかなりましたね。本当にありがとうございました。さあ、で明日は国立での町田戦となります。とてもとても重要な試合です。もう僕がね言うまでもないですけども、本当に重要な試合となります。1位と2位の対決です。さあ、で、その前なんですけども、すいません、これ久しぶりの配信になりますので、改めてこの配信についてちょっと説明をさせてください。どういう目的で配信してるのかっていう、どういう方々のためにね、配信してるのかっていうのをちょっと改めてこの機会ですので、ご説明させていただければと思います。この配信は、おラジオは東京ヴェルディをすでに好きな方、興味がある方、これからファンになってみようかなと思っている方に向けての配信となります。だからなんというかこう一応目的がしっかりしてまして、僕が個人的なところでやってるところではあるんですけども、個人のことをだらだら喋るという配信ではなくて、一応こういう方々向けの配信をしております。で、そんな方々に少しだけ、有益な情報とか、夜中の集いの場ですね、コメントをじゃんじゃん読まさせていただきますので、そんな感じで集いの場というふうな意味合いや、こんなにねヴェルディバカな大人がいるんだよということをね、積極的に配信していきたいというところで、やっているものでございます。これがコンセプトというか狙っているところですね。特にね大変なんですよ、今日は、今晩はもう大変です濃い、内容となります今日はね。ただ基本的にあまりネガティブなことにはあまり触れないでいきたいとは思ってるんですけども、今後のヴェルディのことを考えるために必要不可欠な部分については触れます。ただあまりこうネガティブな風になりたくないので、そこは差し引いたとしても今日はすごく濃い内容だと思いますので、ご容赦いただければと思います。はい、というわけで元に戻りますが、明日の試合会場ですね、皆様ご存知の、国立競技場ということになります。でこの後国立競技場についてちょっといろいろとスライドやら何やらを用意しておりますが、これについてはちょっとまずコメントを読まさせていただいて、その後に、入っていきたいと思います。かなり国立競技場についてのお話がこの後長くなりますので、まずちょっとコメントの方を読まさせていただきますね。でコメントの方はぜひじゃんじゃんお気軽に出ていただければと思いますが、基本的には趣旨のその時のテーマに沿った形で入れていただけると非常にありがたいです。さあ、正友さん、ホッサンこんばんは。こんばんは。アウェー熊本戦ではホッサンとヴェルディサポーターの皆様との、過ごした時間は大変有意義でした。私にとっては今年のヴェルディ観戦地、元九州での、長崎熊本に2勝できたのは価値ある勝利ですね。本当にね、明日の町田戦も勝ちましょう。そうですね、勝ちましょう。アウェーに強いんですよね、東京ヴェルディね、今年なぜかね。一方でホームに強くないという内弁慶ならぬ外弁慶状態にやってるんですけども、わけわかんないですよね。本当に不可思議なんですけども、アウェーではここ7戦ぐらい連続勝利をしていると。で一方で3ヶ月ぐらいホームで勝ててないっていう、普通だとちょっとなかなかありえない状態になっておりまして、そんなこんなで九州では連勝してね、できたわけでございますね。よくわかんないよねどういう風なこうメンタルの部分とかいろんなものが作用して、アウェーでは勝てるんだけどホームでは勝てないとかっていうことが成り立つのかなっていうのが自分の中では全然分からなくて今に至ってるわけなんですけども、
どう思われます？よくわかんないね。はい、これは答えがないのかもしれません。はい、ゆうぎさん、こんばんは。後押ししましょう、しましょう。後押しね、バッチリ後押ししていきましょう。で、今シーズン最大の後押しが必要な試合が明日の試合ですね。もしかすると今シーズンで一番後押ししなければいけない試合とも言えます。後押ししましょう。虹さん、よ、待ってました。お待たせいたしました1ヶ月ぶりぐらい、1ヶ月ぶりぐらいですよね。すいませんね、お待たせいたしました。まさともさん、バスケがライバルクラブに引き抜かれるのは中島翔也以来です。明日はこの悔しさをぶつけて勝っていくしかありません。そうですね、中島翔也の場合ってちょっとこの時と全然状況が違ってまして、あの時はクラブにお金がなくて、泣く泣く手放さざるを得なかったという、状況です。で、あの時代かなりそういう選手が多かったんですけども、当時の羽生社長が言ってたかと思いますけども、ね、川野にしてもいろんな選手にしても、クラブにお金がなく金の卵を、移籍せざるを得なかったっていう、クラブ側の事情があったというところが、真相ですね。で、一方で今回のケースですと、皆さんもご存知の通りかと思いますけども、何でしたっけ、すいません、名前ちょっともう忘れちゃったんですけども、18番つけてたなんとかって選手が、個人の判断で、移籍してしまったわけですね。クラブは遺留に勤めましたけども、その期間1ヶ月強というふうに報道されております。1ヶ月強、指揮官がね、遺留に勤めて、でそれが周りの選手にね、悪影響を与えないようにっていう気を使ってというね、いわばね、その個人の部分で、顔を通そうとしたことによって、他のことに労力を注いでほしい指揮官が、労力をそこに割かざるを得なかったっていう状況だったわけですね。そこは、なんていうか、こうフラットに見たとしても そう言えると思うんですよ。なんとかって選手が意地でも名前言わないっていうね、スパイかどうかは知らんですけども、町田戦との対戦で、退場して、っていうこととかいろいろ今言われてたりしますけども、ね、あの選手がスパイかどうかは知らんですけども、少なくとも事実として非常にこう1ヶ月今日の間、このチームに対して悪影響を与えたっていうのは事実ですし、いろいろこう他の選手とのね、ゴールシーンでのこう対応とかっていろいろこう今言われてたりしますけども、悪い影響を与えてたことは確かだと思うんですよね。で、こういう結果になって、そういう、なんていうかな、不満分子とも違うんだよな、そういう部分のところの人がいなくなったということを、よしと前向きに捉える風に、考えるところが、今のね、監督のインタビューとかでこうね、感じられる部分もありましたけども、もう過去のことだと思うんですよ。人によってはこうまだ怒りもあると思いますし、僕もね、一応あんまりそんなに出さないようにしてますし、自分の認識としてももう過去のことだと思ってるんですけども、ただ事実としても、ただの裏切り者だったと裏切り者だったってことはもう、ずっと忘れないですし、このクラブに泥をね、後ろ足で砂をかけて出ていったという事実は、これからも忘れることはないですし、それを黒なんとかっていう監督がね、教え子だからっていうことでやって、
でそれに対してそれがもしねこういうあのありえないことがね、まあ、教え子とまあね、まあ元監督というか恩師という間柄の中でなされたことによってそれによってこのタイミングでやったことによって生まれる、まあ批判とかそういったものも当然ね頭いい方だから想像はついていただいてるんですけども、ね、生まれることも当然承知の上でやったわけですよし、まああのサイバーエージェントの藤田さんも当然お金出してるわけですからそこら辺の部分ねあの想像できたわけでしょうしね、なので僕らは僕らでやっぱりこうあのねそこでそういったことが起きたっていう事実はまあ忘れないですよね。これからも忘れないと思います。はい、この話題はあまりこれ以上長くしてもあれだと思いますのであんまり、しないんですけども、一応ちょっとあの避けては通れないところだと思いましたので、お話しさせていただきました。まあ、あのもし何かこうどうしても言いたいことがある方はコメントの方にお寄せいただければと思いますが、なるべくちょっと後半の方でねあのお話しさせていただければと思います。あ、ちょっと先に言っておきましょう。あの東京ダービーの件、東京ダービーっていうか、まあ、東京ダービーじゃないと思うんですけども FC 東京戦の件とあのバスケスバイロンの件はあのすいません、これ、今の町田戦があまりにも重要なので、配信の最後の最後の方であのそんなコーナーがあります。あれコーナーっていうのかな、そんなあのフリートーク的な時間帯を設けますんで、そちらの方の方で、触れさせていただければと思います。その時にちょっとまだ時間があればやらさせていただきます。さあ虹さん、明日国立競技場、今から緊張していますね。あの僕も緊張しています。あのただ緊張もあるんですけどもワクワクもありますね。ワクワクもあるんですよね。なんていうかこうサポーターとしてこんなヒリヒリする試合っていうのはあの結構久々だと思うんですよ、このレベルでヒリヒリする試合って。で去年の例えばまあフロンターレ戦とかその終わってみればすごい大ハッピーだっていうような試合はあるんですけども、始まる前からこう緊張感を持ってあの自分でこうだん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 作っていく緊張感じゃなくて、ナチュラルに今はなんかこう始まる前からガチでこう緊張というか気分が盛り上がってくる試合っていうのはなかなかそこまではないんですけども、ひょっとするとあのプレーオフ、進出したロティーナ時代の、ね、あのプレーオフの試合並みな緊張感を持って、今を迎えている方も多いんじゃないかなっていうふうに思っております。どうでしょう、僕は結構なんかそれに近いあのテンションで今いますね。うん、楽しみでもありますし、あの不安な部分も当然あります。いろんな感情が渦巻いてますね。うん、はい、ありがとうございます。鈴木優太さん、ホッさんこんばんは。どうもこんばんは。ヴェルディの中で今シーズン初の国立での試合開催なのでとてもワクワクしています。絶対に首位町田に勝ちましょう。しかもダービーだし1位2位直接対決になるんで、そうですね、ぜひ勝ちましょう。あの本当に重要な試合になります。あの国立っていう舞台であることについてこの後ちょっとスライドで触れていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ニアテジオブチ抜きさん、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。自分もホッサンと同じタイミングでコロナってました。マジですか。ですね、西ヶ丘で行われた試合行かれた方で、結構体調崩された方が多かったっていうことを後で聞きまして、ね、あの試合でなんかちょっとこうもしかしたらね密集してたんでなんかあったのかなっていう推測も立つんですけども、今現在進行形で体調崩されている方は絶対無理しないでくださいね。大切な試合ではありますけどもやっぱり体調第一ですので、無理せず静養に努めていただければというふうに思います。案外結構多いですね今体調崩されている方で、検査しても出てこないけどコロナっぽいっていう人が結構いるんで、ね、ちょっと
どれだけ新、ね、今流行ってるのかって分かんないですけども、あの今現在進行形で体調悪い方はぜひご静養なさってください、はい、ありがとうございます。というわけで、さあ明日は決戦やるぞ、やりましょう、それやっとろ、ね、大慶さん、おっさんこんばんは、どうもこんばんは、コロナ大丈夫でしたか、元気そうでよかったです、ありがとうございます、大慶さんはあのちょっとお仕事の方が結構今なんかいろいろ大変そうだというのをツイッターでお見かけしましたので、あのぜひあの、ね、明るいことが、ね、心を照らすような出来事が増えるといいですね、あの陰ながらお祈り申し上げております、はい、二次さん、明日はサッカーを初の友達連れてバチバチにゴール裏行きます、お待ちしておりますいいっすね、こんなバチバチしたところでね、伏見さん、こんばんは、こんばんは、コロナぶりに緊急出動しますコロナぶりに緊急出動します、ありがとうございます、ウェルディ AGL さん、ホッサンこんばんは、どうもこんばんは、体調は大丈夫ですか今、うん、大丈夫ですね、あの喉の調子も今ちょっとお酒飲んだらなんかすげえなんか滑らかに喋れてる感があります、はい、今週はいろいろとありましたね、ね、本当に本当にいろいろありましたね、明日必ず勝ちましょうということで、そうですね、明日必ず勝ちましょう、そして抹茶風味さん、こんばんは、どうもこんばんは、明日は試合開始時間までに参戦微妙ですが、なる早で国立を目指します、なる早でお越しください、お待ちしておりますね、あの明日早く来られる方ぜひ、ね、待機列並びましょう、ね、で待機列並ぶことについての部分での懸念がもしあるとしたら、あの後でちょっとスライドを用意しておりますので、ぜひご覧いただければと思います、バードマンさん、こんばんは、どうもこんばんは、よろしくお願いします、ゴンサロン・ゴンザレスさん、ホッサン選手こんばんは、ご自愛ください、ありがとうございますありがとうございます、あ、武蔵さん、この1週間最高の戦いが続きますね、水曜日曜水曜どっちも勝ったら最高です、ね、本当にそうですね、本当にそうだと思います、日曜水曜まずは日曜、あのどっちかというとごめんなさい、日曜の戦いがやっぱり重要なので、そこが勝てたら重要ですね、そのね、その先に水曜日の試合があると思いますので、まず日曜頑張りましょう、お待ちしております、タクヤケイさん、こんばんは、どうもこんばんは、私も先月コロナになって咳が3週間ぐらい続きました、もう少しの辛抱だと思いますよということなんですけど、僕はあのありがとうございます、あの咳はねコロナ由来じゃないんですよ多分、なんですけども、あのちょっとまだ残っている感じですね、ありがとうございます、あのお気遣いいただきまして、YKYK さん、こんばんは、こんばんは、プロですから必要な選手にオファーするのは当然で、ルール違反ではないので批判は違うかなと、批判したとしても戻ってきませんし強くなるわけではないですよ、逆に彼以外上の、選手ならなんならエリキを獲得するぐらいの本気度をフロントを見せてもらいたい、今まで去っていった大物選手と比べてどったらどってことないですよ、これで潰れるチームならそこまでってことでしょう、昇格に向け試されるベルディが全楽しみになってきました、ね、そうですね、ちょっとすごいあの長文いただいたんで、ちょっとあのメッセージの面積がすごいなと思いますけども、はい、ありがとうございます、あの当然こういうご意見もありますしね、あの、おっしゃる部分非常によくわかります、あのルール違反ではないです、まあ、あのどちらかというとタイミングとか、あと、まあチームに与える悪影響の、まあ、タイミングですね、今かよというね部分での、僕の反応だったわけなんですけども、特にもうあの、ね、今表面化してますんで、あのもっと18番の選手には戻ってきてほしいとは全く思ってないですし、あの、ね、多分ですけども、その外国籍選手を入れるっていうことについての難しさっていうのを、まあ、今までいろんなところであのお話聞いてきて、で特に、まあ、今シーズン例えばこう後半戦に向けてね、あの例えば外国籍選手を移籍で入れたとしたとして、ね、ガチャ的な取り方はできないですし、やっぱり実績があって、あのしかもそのジョークさん の求める、まあ、センターフォワード前提って言ってますけども、あの
戦い方というか、そういうことが、そういうことができる選手ってなるとなかなか、難しいという部分もあるし、あとフィットする時間とか、ウィンドウが開いてから、残された試合数って勘案するとなかなか難しい部分っていうのがあるんだろうなっていうことで、今の選択に至ってるっていうのは僕は理解している部分ではあります、ね、僕もマニーさえあればエリキ獲得するぐらいの本気度っていうのはまさしく本当にそうだと思いますね。その通りだと思います。ただ、今できるところでの部分で の, 今3人かな、今そのウィードを前に、獲得することができてますけども、いずれもやっぱり3人ともねすごくいい選手だと思うので、まずはこの3人に、大期待しますし、サポートしていきたいなっていうふうに思います。コメントありがとうございました。はい、ありがとうございます。まさともさん、町田戦も負けられないですが、天皇杯もライバル FC 東京も楽しみ、昨年の川崎フロンターレ相手に番狂わせを起こしたから、面白い。そうですね、はい、やってみなきゃ分かんないですもんね。正直なかなか、FC 東京に、まあ多分僕これ後で触れますけど、サブ組っていうか、去年のフロンターレ戦みたいにこう普段のリーグ戦で、ベストメンバー的なメンバーで試合やるとは思えないんですよね。ですんで、普段サブのメンバーとかも結構出てくると思うんですけども、まあ、でも何起こるかっていうのはやってみないとわからないので、まあ、楽しみは楽しみですね。はい、ありがとうございます。浜陽子さん、お酒飲むと喉が開くのはいいですね。明日は爆笑してホッサンの泥酔生配信楽しみにしております。もう泥酔するとはもう眠くなっちゃって、頭回らないので配信どころじゃないくなっちゃうんですよね。なんかね、お酒飲むと喉が開くっていう部分はなんか人によってあるみたいで、クイーンのフレディ・マーキュリーが、晩年ってエイズで侵されてしまって、その体を侵されてしまって声もなかなか出ない状態だったんですけども、最晩年ね、最も最後の方 の, レコーディングってウォッカを飲みながらボーカルの収録してたって話を聞いたことがあります。で、多分喉が開くんですよね。で、もう亡くなる直前だったんですけど、すごいいい歌声を残しているんですよ。ですね、まあ、ちょっとそのイメージとはね、被る部分もあっても、まあ、全然状況違うんで、僕は基本的に、健康なんであれなんですけども、ちょっとそれに通ずるものもあるのかなっていうふうに今コメントを読みしてて思った次第です。フレディと比べ物にはなりませんが、はい、ありがとうございます。ベルポ1985さん、こんばんは。どうもこんばんは。アウェイ熊本戦は元気な姿が見れてよかったです。アウェイに強いベルディ、明日は絶対ベルディサポートが多いアウェイということで、ごめんなさいね、明日は絶対ベルディサポが多いけどアウェイということで8連勝確定です。そうですね、そこのジンクスは信じていきたいですね。はい、緑のビンチャーさん、初めて生で見てます、ありがとうございます。ラプスさん、ごめんなさいね、メリー内田さん、ホッサン皆様こんばんは。どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。ラプスさん、ホッサンこんばんは。どうもこんばんは、よろしくお願いします。カビックさん、ホッサンこんばんは。こんばんは。体調の方は大丈夫でしょうか。下の国立、家族で参戦予定でしたが、なんと家族全員コロナ陽性となってしまい参戦不可に。まあいろいろとあって絶対に負けられない試合、現地へ行かれる皆様に気持ちを託そうと思います。ぜひご自愛していただければと思います。その辛さは数週間前味わったところでございますので、ぜひ体調を、ね、体力をなるべくつけるようにして早く治ることを祈っております。はい、ありがとうございます。ベルディ AGL さん、先ほどのツイッターの方でベルサポの集いを聞いてましたが、皆さんの熱量すごいですね。私も久々に盛り上がっていますということで、はい、
ありがとうございます。ベルサポの集いっていうその、ツイッターのスペース上でこうまあ、サポーターの何人の方かこう有心で中心になって、まあ、試合前後ね声で、チャット的なことをやっておられますね。で私もさっきちょっと聞いていてご紹介していただきましてありがとうございます。まあ主にこう、初心者的な方とか感染してまだ初めての頃でそんなにこう知り合いがいないよとかそういう方々がまあいろいろこう知るいろんなことを知ったりこう知り合いを作る取っかかりのところの部分の集いみたいな感じのイメージでおります。でまあいろいろとこう濃ゆい話も聞けたりするかと思いますんでご興味ある方はぜひツイッターのスペースで、ベルサポの集いという、スペースを、聞いてみていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。さあちょっと後でまたコメント読ませさせていただきましてちょっとスライドの方入っていきますね。はい、さあ明日の試合会場先ほどから何度も言っておりますけど国立競技場になります。国立競技場というとねまあいろいろ思い出があります。これは随分と昔、ベルディが J1 だった最終年の年の、これは横浜 F マリノス戦ですね、勝った試合ですね、試合後の時の1枚、先ほどちょっと発掘してきました。楽しい思い出やらいろいろ苦い思い出やらいっぱい残っている旧国立競技場ですね。さあ今回はまずちょっとラモスさんの言葉から引用してみたいと思います。ラモスさんが国立競技場について問われた時の、お話ですね、お言葉から引用です。まずこれ旧国立競技場についてお話ししてます。ここは特別なんだ、違うエネルギーを感じる、ここは神聖な場所、本当にサッカーの神様がいるんだ、何でも新しくなっていく、でもいいものは残してほしい、国立が新しくなってもこの神様を連れていかないと、サッカーの神様を残さないとダメでしょう。以上ラモスさんの言葉から引用でした。これ結構有名な言葉なんで、ね、覚えておいらっしゃる方結構いると思うんですけども、ラモスさんは常々こう国立にはねサッカーの神様がいるんだっていうことをお話しされてました。ラモスさんはクリスチャンだと思うんで、まあ、神様っていうと神様のイメージで、F1 だとよくアイリトン・セナが鈴鹿で神を見たっていう風なねお話をして、それも有名ですけども、まあ、似たような感じなのかなっていうふうに思います。で、なるほどなと、言われてることはなんとなくわかりますと僕クリスチャンじゃないですけどもなんとなくわかります。少なくともそのね、いろんなものなんかこうそれっぽいものをね神々しさを感じるところのシーンっていうのはなかなかいろいろあって、その言葉もなんとなくわかるふうに思うんですね。で、ただまあ思い返すと旧国立競技場ってね、たくさんいろいろありましたけども常に僕らに微笑んでくれるとは限りませんでしたねなんでそのサッカーの神様っていうのは別にずっとねヴェルディをね常にこう肩入れして応援してくれる存在ではなくて、まあたまにこうなんていうかこう微笑んでくれるような存在っていうようなイメージなのかなっていう気がします。で、思い返せばねレジェンドの選手たちの名勝負や忘れられないシーンとか未だに記憶に残ってますね。旧国立競技場の話ですよ。で、神様とまで言わずともやっぱり神々しさをサポーターとしても感じたね、旧国立競技場っていうのは我々ヴェルディにとって心のホームスタジアムだと思うんです。で、これはまあ個人のその、まあ、信仰心とはちょっと似てるかもしれないけど違うかもしれないけど、なんでなんだお前ヴェルディって国立競技場がホームって正式じゃホームじゃなかったじゃんみたいなねいう風なことを言うね
あの不遂な人たちもいるかもしれないですけども、ここはやっぱりなんかちょっとそのやや新興新チックなところで、こう我々にとってはやっぱ心のホームスタジアムのね、失われてしまった心のホームスタジアムだとは思うんですよ、個人的には。それは僕はそうだと思ってるんです。まあこれは心の問題ってやつですね。で、なんですけども、ね、まあ旧国立ね、東京ベルリンにとって記憶とともにあるこんなね、そんなスタジアムだったというわけなんですが、まあ東京オリンピックが開かれるということで旧国立競技場は、さら地になって、新しい国立競技場が今に立って今に至るわけなんですけども、この新しい国立ってラモスさんの言うサッカーの神様が今も鎮座されているのかなっていうのを、すみません、これちょっとなんか今までと毛色が違うかもしれないですけど、なんとなくこうなのかなーってこうぼんやり思ってるんですよ僕。新しい国立にはラモスさんの言うサッカーの神様って結局いるのかなーっていう風に思うんです。でこれに対してこうなんか誰かが何か言ってたりするっていうのをあまり見聞きしたことがないので、個人的にはね、まあちょっとなんか明日の大一番を前にして言うのも変なのかもしれないですけど、その点個人的に神様いるのかなっていうところを感じられたらいいなと思って、確かめていきたいなっていうふうに思っていますね。なんでこんなちょっと雲をつかむような話をするかっていうと、ちょっと昨今の東京ベルリンを取り巻くニュースっていうのが喜怒哀楽をこう揺さぶられるものが結構多いもので、ちょっとなんか別のスタンスからもこの試合を迎えたいなという気持ちでいたため、あえてちょっとそんなお話をさせていただきました。どうしてもね、人間って怒りの部分っていうのが感じられたり、悲しいとか そ, う、ね、そっちの方でネガティブなところの部分っていうのがあると、そっちにこう引きずり寄られがちというか、引力をにやられてしまいがちなんですけども、もうちょっとこうなんていうか、自分の普段の感情ってフラットであるべきだと思うし、あんまりねこうネガティブな感情のままずっと引きずるのは本当に良くないと思うので、あえてちょっと触れさせていただきました。でこれも旧国立競技場での写真の1枚ですね。さっきの、同じ試合だと思うんですけども、懐かしい1枚であります。中田英寿なんかはこの旧国立競技場本当に素晴らしいスタジアムって言っていて、確か全世界の国立競技場の中で一番だっていう風な話をしていました。でその理由として空がよく見えるっていう話をしてたんですよね。で旧国立競技場ってスタンドがそんなに高くなくて、ですり鉢状になっていて、東京にしてはすごく広い空が見れるっていうのは確かにその通りだったなっていうことを、ね、思い出します。そんなコメントをしてた彼のこともなんかちょっと思い出した次第です。これは復帰ディエゴ・レアンドロっていうね強烈なブラジル人3選手がいたわけですよ。でまあいわゆる、古参サポーターの方々にはこうね、早くブラジル人選手来ないかなっていう話が、たまにツイッター上で散見されるわけですけども、その原体験というかそのね強いね、そういうところの意識のところの部分の源流のところではやっぱりこの3人の強烈さっていうのが未だに記憶に残っている部分っていうのはあるんじゃないかなって個人的には思っていたりします。そうですよねそうですよねって誰に聞いてんだって話ですけども、心当たりがある方はぜひお答えいただければと思いますが、はい、これ空がよく見えるスタジアムですね。でこれ今ディビジョン2って書いてありますけど、これはヴェルディ対ザスパ草津群馬の試合の、写真です。 J2 で、過去に国立競技場で試合をしたことは山ほどあります。嘘はダメですよまあ新国立競技場でってことで言うとないんですけども、旧国立競技場では山ほどありますね。はい、さあここでちょっと明日の最優先課題何なのかなって考えた時に、まあちょっとコールリーダーに聞いてみようということで、拓也君に先ほど聞いてみました。明日ね、我々がこの重要な試合を迎えるにあたってどういったことを意識すればいいのかっていうことをちょっと聞いてみましたので、ご紹介したいと思います。
たくやくん、ね、今年からコールリーダーになってますけども彼ですね。というわけでこれ書いてもらった原文ほとんどそのままで書きました。ちょっと代読させていただきますが、もうちょっと私が邪魔なので一回消します。お疲れ様です。皆さんにお伝えしたいメッセージは山ほどありますが、少しだけヴェルディに関わるすべての方々へ、明日は一人一人ができる限りの最大のサポートをお願いします。己のすべてを出し切ってください。決して簡単な試合ではないです。たとえ苦しい展開になっても絶対に諦めず最後まで戦い続けてください。圧倒的な声量と手拍子で俺らの力を見せてやりましょう。よろしくお願いします、タクヤ。ということでメッセージをいただきましたのでシェアさせていただきました。僕も明日に向けての心構えということで胸に刻みました。ぜひヴェルディサポーターとして明日、国立に来られる方は最後まで諦めずに自分たちの力を出し切っていきましょう、ね。きっとこの明日すごいことになると思うんですけどもこれ絶対チームの力になると思うんで、ぜひよろしくお願いします。というわけで以上コールリーダーの拓也君からのメッセージでした。さあそれからあと団体からね、団体の皆さんから明日来られる方、ヴェルディサポーターの皆様にということでツイッターで注意点というかお願い事項が、シェアされてましたので、ちょっとツイッターから引用させていただきます。はい、明日のアウェー町田戦、応援場所は下記の通りですということで、一応こういう南サイドスタンド側のここら辺で応援やりますよっていうことが書かれてます。で、121番が中心地ですね。で、ご存知の通り、ご存知かどうかあれですけども、南サイドスタンドのゴール裏って、ちょっとこう120番119番の間にこう入場口みたいなのがあって、ちょっと区切られちゃってる感じになってるんですよね。ですんで、どちらかというと、バック寄りの方の120番、21番、22番、23番の方が中心地っていうような形になるそうです。というわけで、一応これを参考にしていただきたいんですけども、お願い事項としては明日必ず緑色の服を着用してきてくださいということです。ファースト、セカンドユニフォーム両方お持ちの方はぜひファーストユニフォームを持ってきてください。緑色の T シャツとか緑色のものであれば OK です。そして、1人1本旗の持参をお願いいたします。で、結構急急になると思いますんで、周りの方にご配慮しながら旗を振っていただければと思います。かなり多分緑の密度の濃い、ね、圧巻の旗の感じが出るできるんじゃないかなっていう気はします。それから早めに待機列来て、確保してくださいということですね。それから席詰め、結構お客さん入りますんで席詰めをよろしくお願いしますということです。まだまだ足りません。ヴェルディに関わる人たちが一人でも多く国立に集結し、国立を緑にしましょうということで、本当にアウェー側国立緑でね、主に1階席ですけども埋めたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、まとめますと、緑色の着用、そして1人1本旗の持参、早めの待機列確保、そして席詰めです。はい、よろしくお願いしますね。さあ、そして再度一応ね、さっき拓也君からも ね、メッセージありましたけども申し上げます、本当に明日最重要の試合になります。何があったとしても最後まで諦めないサポーターの心意気を見せる時だと思いますので、最後まで諦めず全力を尽くして応援しましょう。そして、僕もさっき拓也君書いてましたけども、そのメッセージ、同じ気持ちでおります。この一戦に最大限の気持ちを込めて戦いましょうね。で、個人的にはですけども、こんなね、さっきもちょっと言いましたけども、ヒリヒリするね試合をね前にワクワクしている部分もあります。サポーターとしても気分が上がってます。で、この感覚はやっぱりもう本当に大一番のプレーオフ以来な部分もあります。ぜひね、緊張感もあるけども、この一瞬一瞬を楽しみながら全力で応援していきましょう。きっと忘れられない
体験になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな緊張感を楽しみながら全力で勝ちましょう。絶対勝ちましょうね、勝ちましょう。さあ、実はね、いろいろ今日お話をお伺いしている中でもう一方にいろいろメッセージを聞いている部分があるんですけど、ちょっとその前にちょっとたくさんメッセージいただいてますので、ちょっと早めに読んでいきますね。ちょっとスペースを上げて読ませさせていただきます。ハルク・ホーガンさん、こんばんは。どうもこんばんは。明日はどのくらい埋まるのでしょうか。 60% までは埋まってると聞いてましたので、途中までの状況でですので、もうちょっといくんじゃないかなと思いますね。JV チャンネルさん、お疲れ様です。ホッサンの意見聞きたい、意見、一応ちょっといろいろここまでお話しさせていただきました。後でまたちょっと何か意見僕が言った方がいいものであれば後ほど後で時間取れてればその時にお聞きいただければと思います。ナ・ベルディさんですかね。福井県から参戦、明日は人生初の国立ですということで、遠方からはるばるお疲れ様です。お待ちしております。ちなみに福井は私の母の田舎ですので、この幼少の頃から何回も行っております。ソロファイブさん、こんばんは。どうもこんばんは、よろしくお願いします。ハジーさん、後ろのベルディ君の白キャップはジョージア大使の色違いバージョンですか。その通りその通り、これですね、これですね、これはそうです、その通りです。はい、今話題になってます。ジョージアの大使はこれの緑色バージョンだったと思うんですけども、それの白バージョンです。はい、タイガー1969さん、ホッサンこんばんは。どうもこんばんは、リアルタイムは久しぶりです。楽しんでいってください。ありがとうございます。 TT さん、ホッサンこんばんは。どうもこんばんは。それからホットモトポテトさん、バーなんとかが出れなくても、情報筒抜けが気持ち悪い。そうなんですよ、これもう町田側も言ってますけど、ベルディの戦術とかいろいろこう聞くっていう話らしいんで、いやーね、本当いやーね。まあその前提で多分いろいろ考えてるでしょうけどもね、本当いやーね、バーなんとかいやーねって。ベルディ魂さん、こんばんは。どうもこんばんは。ソマイノの復帰は素直に嬉しいです。いや本当嬉しいっすそれ。ちょっとインタビューの節々にベルディへの愛情とかがビンビンに伝わってきますね。嬉しいです、大活躍してもらいたいです。ソロファイブさん、こんばんは。こんばんは。さらに加入はあるんですよね。具体的にはどこのポジションだと思いますかってことなんですけど、これは分かんないです。あるような予感はしますけども、全くすいません、分からないですね。ホットモトポテトさん、批判覚悟でって言っているんだから誹謗中傷以外で批判するべきでしょ。批判覚悟でって言ってるんだから誹謗中傷以外で批判するべきでしょ。誹謗中傷までは言ってないと思うんですけども、そうですね、その通りだと思いますけども、ただまあ批判されることは覚悟してるっていうね、わざと最上だろうね、これもそう言われても仕方ないような感じはしますよね。ダッシュナイトさん、バスキンロビンス、まあ多分そんな感じだったと思います。はい、メコネンさん、成績桜川のバーベキューありがとうございました。ありがとうございます。っていうか今こそ怒りと団結のバーベキューやりたいです。怒りと聞いたことないですね、怒りと団結のバーベキューっていう単語、ありがとうございます。ゆでたまごさん、明日横断幕出しますよねってことなんですけど、すみません、全く僕団体の人間じゃないので、そのどういう風にやるのかっていうのは全く知らないです。はい、わかりません。緑のビンちゃんさん、あの選手はいらないから放出したのです。まあいらないから、まあなんていうか、もうちょっとフラットに戻すと、当然大切な選手、大切な戦力ではあったわけですけども、まあそうなっちゃったらしょうがないよねっていうことですよね。まあお金を薬金積まれて本人が移籍するっていうんであれば、もうどうしようもないので、遺留をしたもののっていうことですよね。しょうがないですね。はい、1984ベルさん、明日は愛知から国立行きます。愛知からお待ちしております。ありがとうございます。
FUG フットボールアンダーグラウンドさん、吉田さん、ホッサン、明日は勝ってくれ、ありがとうございます。吉田さんのご声援ありがとうございます。勝ちます。リアルに力入ってます。勝ちたいと思います。エルフーナッチュさん、豚玉ってどこに手にありますか。まあこれはものの例えでこうそういう単語が出てきますけども、まあ実際投げちゃダメですよ、それは心の中でっていうことでね、うん、ちなみにどこで手に入るかは知らないです。中華街とか行けばあるのかな、分かんないですけども、うん、すいませんそこ分かんないですね。神ちゃん、チームにとっての負がいなくなりました。明日はチームがプラスのパワーを見せてくれると信じています。俺らもやってみましょう。はい。ちょっと言葉で今あれですね、なんだろう、モザイクをかけさせていただきました。はい、ありがとうございます。バードマンさん、明日初めての国立です。状況からビッグゲームになりましたね。少しでも選手の力になれるよう月曜日に声が出ないぐらいに頑張るつもりです。染野選手がやってくれると信じています。僕も明日染野がゴールシーン、ね、ゴールをするシーン、そしてゴール裏に走ってくる、ね、シーン思い浮かべております。ね、現実になるといいですね。言ってやりたいです、染野に。おかえりって言ってやりたいですね。いろんな意味を込めておかえりって言ってあげたいです。はい。橋本さん、明日挨拶に来たらどう反応するのがベスト。無視、ブーイング、帰れコールとか。拍手はしないな。そうですね、まあ、人によってそれぞれで、まあ、それぞれ思った反応で僕は個人的にはいいんじゃないかなと思いますけども、まあね、その面の皮厚く そんな、ね、挨拶になんか来ることはないんじゃないかなっていうふうには思いますけども、うん、はい。にじさん、めちゃくちゃワクワクですよね。そうですね、ワクワクしますね。橋本さん、最後の国立って岐阜戦、結構悲惨な内容だった気がする。そうですね、おっしゃる通り岐阜戦だったと記憶しております。負けました。内容も良くなく負けた記憶がありますね。ね、残念な試合でしたね。はい。浜陽子さん、明日の試合は2018年後半の山鹿戦、2018年のプレーオフジュビロ戦、2020年のリーグでのジュビロ戦ぐらいの温度感に感じています。そうですね、大体負けていますが明日はいい加減勝ちたいです。そうですね、明日も本当にいい加減勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。だいぶ細かい情報ありがとうございます。ベルディ魂さん、今度彼女を連れてゴール裏連れて行こうと考えています。おお、素晴らしいですね。うん、ぜひいいデートになるといいですね。エリック2264さん、 Welcome to join 7月16日の、徳島戦ゲーム、サポーター from 香港。おお、遠くからありがとうございます。広東語だからなんだっけ、んごい、もしくは、トーチェ。僕は香港人の友達いますんで、ちょっといろいろと広東語は少しフレーズ知ってます。はい、ありがとうございます。I hope to see you soon. Thank you. ベルディ AGL さん、そういえば、先日の長崎戦、ジョージア大使さんは満足していただけたのでしょうか。さりげなくニュースになってましたね。そうですね、ジョージア大使さんいらっしゃいってましたね。もうちょっと勝ち試合になればよかったんですけども、残念でしたが、まあ、楽しんでいただけたら幸いですね。また来ていただければと思います。ミンさん、おっさんこんばんは、ともこんばんは、よろしくお願いします。それから斉藤さん。ごめんなさい、こんばんは、バーベキューありがとうございました。おかげさまでスタジアムでご挨拶できる人が増えました。よかった、それ最高ですね。明日はみんなで勝ち点3をつかみましょうということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。直樹さん、明日は第3次対戦が始まるのですか。まあ対戦ですね、うん、対戦ではあります。第何時かは知らないです。ありがとうございます。
KGKM さんこんばんは、どうもこんばんは、よろしくお願いします。高垣さんこんばんは、どうもこんばんはよろしくお願いします。ホットモットポテトさん、ホッサンの明日のスケジュールを教えてください。明日は朝起きたらちょっと仕事をやらなければいけないんで、仕事をしてお昼を食べてから、良きタイミングで新国立競技場を迎えたいと思います。まあ、なる早で行きたいと思っております。時間は未定ですはい、ごめんなさい、ちょっと咳が出るのでちょっとだけお待ちいただいていいですかね。ちょっとこれを画面に映しながらちょっとだけお待ちいただければと思います。すいません。すみません、お待たせいたしました。ちょっと酒を入れてきたって言ったらなんか変ですけど、ちょっと日本酒を飲ませさせていただきました。ボルボ V53、町田戦1-0ロスタイム5オール、 FC 東京戦延長5オール2-1まあ、劇的であったら、まあ、それは劇的でいいんですけど、もうちょっとちゃんと順当勝ちできたら最高ですよねありがとうございます。安倍さんこんばんは、どうもこんばんは、よろしくお願いします。それから4代目四谷ケロロさんこんばんは、どうもこんばんは。J2 で新国立とはすごいですね。ね、そうですよね。サイバーさんがお金出してます。ミミミネさんこんばんは、こんばんは。コロナ禍になってから医療系の仕事からスタジアムに応援なかなか行けなかったんですが、 FC 東京戦の天皇杯に久しぶりにアジスタに行きます。おう、今のユニフォームないので50周年の黒いユニフォーム行きたいんですが、行きますかね。いや、そんなことはないです。結構見かけますし、かっこいいので全然ありだと思います。問題ないですよ。はい、お待ちしております。ありがとうございます。しんさんホッサンこんばんは、どうもこんばんは。生配信を見るのは久しぶりです。最後に見たのは入院前だったので、明日はいろいろな感情を応援に変えて絶対勝ちましょう。はい、頑張ります。勝ちましょう。KKKM さんこんばんは、どうもこんばんは。18番の穴は新井くんと甲田くんで十分埋まります。明日は勝ちましょう。僕もそう思っております。はい、はい。年代目四谷ケロロさん、2008年ヴェルディが戻る前に解体された、旧国立。そうっすね。うん。ジュンさん、ホッサンはじめまして。はじめまして。J リーグ開幕時からヴェルディのサポーターです。今回の騒動は衝撃を受けましたが、逆にチームがまとまり良い方向に向かうとプラスに捉えています。明日は絶対勝ちましょう。ましょう、ね、プラスに前向きに行きたいですね。ホットモットプラポテトさん、いい写真ということで、先ほどの国立の写真でしょうかね。木村さん、空がよく見えるって意味だと Google マップで国立の中に入ると旧国立のピッチレベルからスタンドを今でも見れるので体験できるんですよ。あ、そうなんですね。旧国立のピッチレベルからスタンドを今でも Google マップで見れると、それは知りませんでした。ありがとうございます。パワフルオレンジさん、来週はエスパルスが国立でやります。電気グルーヴもミニライブやってくれるので行かなくては。あ、そっか、電気グルーヴ来るんですね。そっか、それ見かけました。すげえなと思って静岡ですもんね、電気グルーヴね。そうですよね、羨ましいですマサオさん、ホッサンお疲れ様です。どうもお疲れ様です。国立といえば旧国立のバックスタから見えた新宿のビル街と、天気の良い時にランドから見えた同じビル街の対比が好きでした。結構あれですね、濃ゆいお話ですね。絶対に負けられないアウェー連勝といきましょう、ね、
そうですね、アウェー連勝といきましょう。そしありがとうございます。そしてなずなチャンネルさん、明日町田側は国立開催を成功させようとするだろうけど、うちは皆が試合に勝つ勝たせることにフォーカスすればおのずと結果はついてくると思います。そうですね、結構みんなフォーカスしてますよね、今回の町田戦。本当に勝つことにフォーカスしている雰囲気をビンビンに感じます。うん、あとはそれをうまく表現していい試合ができれば僕はいけるんじゃないかなと思います。楽しみですね。ありがとうございます。ケースさん、言いたいことがありすぎて出禁になりそうなのでなりそうなのを我慢しましたお気持ちは分かります。ありがとうございます浜陽子さん、明日はメインスタンドの方で見るのですが、メイン側の注意事項などありますでしょうかっていうことなんですけど、私行ったことないので、新国立は一回行ったことあるんですけども、すいません、メインの注意事項とかちょっとよく分かんないです。ごめんなさいね、申し訳ない。橋本さん、ベルディサポって全国にいるんだなとしみじみと思う。そうですね、なんかいろいろ感じますよね、これ見てると。パワフルオレンジさん、エスパルスサポとしてなぜ清水との国立の試合でない、清水より町田かよちっとねえ、前回の清水 の、 新国立での試合実は僕行ってるんですよ。途中でちょっと用事があったんでいなくなっちゃったんですけども、羨ましいなっていうふうに思ってました。そしてエスパルスサポーターが退去して新国立来てるのにびっくりしましたホットモットポテトさん、これ岩田とのプレーオフより盛り上がってますよ。あ、その嫌いはもしかしてね、それはあるかもしれないですね。ね、うん、あの時より今のチームの方がなんか完成度高い実感はすごくありますし、なんていうかこう、もしかしたらそうかもしれないですね。はい、ありがとうございます。鈴木裕太さん、今シーズン初の J2 での国立なので楽しみですね。一応町田がホームなんですね。そうですね、一応町田がホームですね。はい、心情的にはやっぱりこうなんていうか、あの場所っていうのに思い入れ深いのは当然我々の方が強いですし、あそこで歴史を刻んできた事実っていうのはすごくね、事実としてあるわけで、あまりアウェーの地に行くっていう気はまあさらさらないですねさらさらないっていうとなんかちょっと攻撃的な感じかもしれないですけど、全くない感じですね。サッカー少年マッチボックスさん、 FC 東京は対ベルディのチャントがあるのですが、ベルディは対 FC 東京のチャントがあるのでしょうか。また対ゼルビアのチャントはありますかということなんですけども、僕が紹介するのはちょっとなんていうかこう適切じゃないかもしれないですけど、僕がお話しさせていただくと、対 FC 東京戦のダービー用チャントっていうのはあります。対ゼルビアのチャントはないです。で、もう来週の水曜日なんでちょっとここでお話をしておくと、対 FC 東京戦のチャントは、こんな感じです。さあ行こうぜ、ちょっと待ってね、せっかくなのでエフェクトをかけましょうかさあ行こうぜ、男なら気持ちを見せろベルディアーレ、俺たちのパス回せばガスに負けるはずがない。さあ行こうぜ、男なら気持ちを見せろベルディアーレ、俺たちのパス回せばガスに負けるはずがない。さあというもう終えましたね。これ見ていただいた方は覚えたと思うので、果たしてこのちゃんと歌うかどうか知らないですけども、一応心の片隅に来週の水曜日来られる方は覚えていただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。ケースさん、あの人の遺跡で超不機嫌にあり嫁になんで機嫌が悪いのって言われて、サッカー全く興味ない嫁に経緯を説明して、クソじゃんって言われた誰から見てもそうだろう、かっこ怒り。ああ、なるほどね
ありがとうございます。家庭の会話が、はい、いろいろとね。というわけでちょっとあのスライドの方を今させていただき戻らさせていただいて、またちょっと後でコメント読ませさせていただきます。さあ明日ね、多くの方にとっては初めて新国立競技場に行くということになるかと思うんですけどもね、ここの試合ね行くにあたって、まあここに書いてますけど全力さんにね実は注意点を聞いてみました。なんで全力さんかっていうと、日本代表の試合で何回ももう新国立に行ってるということでしたので、一応ちょっと聞いてみました。先ほどあのヒアリングしてみました。あれちょっと待ってね、せっかく全力さんをちょっと紹介するスライド作ってたんでこの方です。ご存じない方いらっしゃるかな、もしかしたらご存じない方もいるかと思いますので、あの全力さん、ある意味日本で一番有名なサポーターサポーターの方だと思いますけども、全力さんに、お話を聞いてみました。新国立何回も行ってますよってことなんですけども、明日雨が予想されます。で雨の試合の新国立ってどうなのっていうところなんですけども、全力さんの回答はこんな感じです。代表戦2回本降りの試合もあったけども、ゴール裏1階席ならば、最前列でも雨には濡れませんと。だから屋根が結構張り出してるんですね。というわけで1階席全く問題ないそうです。もしかしたら風の具合とかで雨ちょっと吹き込むかもしれないですけども、基本的には大丈夫ということだそうですのでご心配なく。2つ目、ホーム側でしか待機列に並んだことがないけども、まあ、同じ作りでしょうし、アウェー側も屋根があるでしょうから、開門時も、雨の心配なしということだそうです。開門の時にこう待機列作りますけど、そこも屋根があるそうですね。ですので、明日はまあずっと雨だったとしても、基本的にはそんなに濡れないで待機して、観戦もできるということだそうです。で待機列についてもうちょっと詳しくで、待機列なんですけども、旧国立と違って人がたくさん並んでいたら待機列の先頭と最後尾がどこだかちょっと分かりにくいというところなんで、まあ、ここだけちょっと注意が必要だということだそうです。はい。で写真も送っていただきました。これ待機列の写真ですね。こんな感じでかなりね、屋根の奥まったところに待機列があるので、雨が結構降ってたとしても問題ないということだそうです。分かりやすいですね。あ、ちなみに撮影全部これ全力さんによる撮影ですはい、これが待機列並んでるところからの写真ですね。こんな感じですね。はい。でエスカレーターがあるらしいんですけど、エスカレーターについて注意事項があります。遅れてきた人で1階席の入り口が分からなくて、とりあえずエスカレーターに乗ったら確実に迷うそうです。で1階席のサポーターは絶対にエスカレーターには乗らないでくださいということだそうです。これちょっと明日ね、ベルディ側のサポーターで、の方1階席がまあ基本だと思うので、1階席行かれる方はエスカレーターには乗っちゃいけません。変なとこ行きますでなんでご注意くださいということですね。で座席についてなんですけども、とにかく通路と通路の間の一列がね長いそうです。これ僕も行って感じたんですけども、確かに長いです。でアジスタほどこう席のね幅がないね、前後の幅がないので、結構ねその人がもう座っちゃうと移動できないみたいな感じになっちゃうので、立ってもらってとかっていうようなことがあるので、そこはちょっと注意しておく必要がありますね。で真ん中の方の席になったら出るのが結構大変だから、お手洗いや買い物等は空いてるうちに、行くべきということだそうです。ちょっとそこだけアジスタとは勝手が結構違うと思いますのでご注意ください。で作りがかなりしっかりしているスタジアムなので、センスタ並みのテンションで試合に入れるということです。まあ、これは全力さんの個人の感想ということになりますけども、はい。座席についてはそんなイメージがあります。で1階席の写真をいただきました。他にも写真をいくつか入れていただいているので紹介していきたいと思います。1階席の前の方座るとこんな感じらしいですね。はい。このなんていうんですかね、座席がまだら模様になっているのがこう特徴的ですよね。で最前列から後ろの方を見るとこんな感じということだそうです。ピッチレベルからは若干高いところなんですけども、こんな感じですね。
ピッチレベルから若干高いところに最前列があります。で、すり鉢状になっているという感じなんですけども、見ての通りトラックが結構幅広なんで、距離が多分アジスタよりもピッチから、ね、ゴール裏は遠いかもしれないですね。こんな感じの見え方になりそうです。以上、全力さんからのレクチャーでしたということだそうですレクチャーでした、ありがとうございました。1階席は多分エスカレーターとか乗らなければ結構その分かりやすい作りになってるんですけども、2階席はちょっと構造上上に登ると結構分かりにくい部分もあったりするらしいので、まあ、ちょっとその2階席に行かれる方は2階席の行き方を登る前に確認しておいた方がいいかもしれないですね。うん、はい、ダッシュナイトさん、この絵文字が明日は見られるかな18金ね、なるほど、すごい、そういうあれはなかったです、そういう発想はなかったです、はい、ありがとうございます。ユー谷川さん、谷川さんですかね、明日は絶対勝ちましょう、勝ちましょう、奈良から国立へ念を送っています、ありがとうございます。遠くからの念のスルーパスありがとうございます。IK チャンネルさん、徳島戦は7月16日ではなく7月15日です遠路はるばるの参観のようなのでお気をつけください、ありがとうございます。さださだちさん、こんばんは、よろしくお願いします、よろしくお願いします。それから、なしとつさんでよろしいですかね、サイドの補強はガンバの杉山直弘かマリノスの吉尾、が来ると思ってる、本当ですかありがとうございます。SI さん、もし挨拶に来たとしたらその度胸に総合し対応してやろうと思いますあ、はい、まあこれ多分人それぞれの対応になるあれですね、反応になると思いますねはい、ありがとうございます。僕はどうするか、僕はもし元18番の人が来たら無視ですねはい、ベルデミドリさん、あの品性劣なチームと裏切り者に絶対勝つ、あ、はい、ありがとうございます。鈴木優太さん、ベルディって町田に対してのダービーチャントってあるんですか。ないですね、はい、町田に対してはないです。 FC 東京に対しては先ほど歌ったあれがあります。さださだちさん、町田ゼルビア戦の注目選手は誰ですか。染野いつきです誰が何と言っても染野いつきだと思っております。ホットモットピザさん、ポテトさんは、新新井は明日出れますかね。当然出てくると思います当然出てくると思います。それからさださだちさん、バイロン選手はなんで急に、移籍してしまったのですか、びっくりしましたね。僕もびっくりです、まあまあ、恩師から壊れて、移籍してしまったわけなんですけども、まあ世の中恩師から壊れたら教え子としては行かざるを得ないっていうのは、まあ、世の中いっぱいあるんですけども、タイミングがタイミングで、ね、どちらも昇格の自動昇格圏内にいる2位のチームから1位のチームにっていうね部分で考えたときに、それを額面通りに、はあ、そうなんだ、じゃあしょうがないよねっていう風に受け止める、まあ、取られたチームのサポーターは皆無だと基本的には思っておりますはい、ありがとうございます。パワフルオレンジさん、黒田監督つながりで恩師のもとに移籍した我々なんとか、まさか町田の湯に緑になるのでは、もう来てましたね、なんかね、早速ね、うん。さださだちさん、国立競技場で試合楽しみです、久しぶりに小池選手見たいですね。そうですね、見たいですね、うん、ここで大復活カモンって思ってるサポーターは多いと思います。菊池太陽さん、今回の件でベルディへの思いが強くなりました、カズヤに期待、頑張れね、バチバチにやってくれると思います明日ね、はい、ありがとうございます。虹さん、18バスケッツのせいで霞んだけど、新新井のゴールすごいゴラストでしたよ ね本当にね、いやいいっすね
積極的なね、あのシュート意外性があって本当に良かったです。サッカー少年マッチボックスさん、明日、来週水曜日水曜日は試合直前の決起集会ありますか。多分ないと思いますね。ホットモットポテトさん、カノグミ総帥来た全力さんのことですね。木村さん、全力さんは雨を吹き飛ばすか応援に集中して雨を感じてない可能性がある最善でも濡れないは信じられんそうですね、それは差し引いて考えた方がいいかもしれません。ありがとうございます。ホットモットポテトさん、おすすめスタグル教えてくださいということなんですけども、国立は全く知らないです、ごめんなさいね。はい、近くに、美味しいラーメン屋がありますけどそれぐらいしか知らないですね、すいません、ありがとうございます。バモワンホールさん、今年のファーストユニ18なので来づらくなった、あ、お察し申し上げます。あ、そうでしたか、それはちょっとそうですね。大好きベルディさん、こんばんは、国立行きます、勝ちましょう、ありがとうございます。それから JB チャンネルさん、やっぱり大ブーイングですかね、かもしれないですね、まあ、それはその雰囲気でどうなるか。浜陽子さん、明日に関してはバレナンというよりはポープに負けたくない。あ、ポープね、そうですね、ポープウィリアムスね。ケースさん、今日は参加人数コメント数すごいですね、やるしかない、そうですね、ありがとうございます。何人ぐらい見ていただいてるのかな、ありがとうございます。あ、245名、すごいですね、ありがとうございます。JV チャンネルさん、リュウジがいるじゃないですか。そうです、俺たちのリュウジがいます。はい、リュウジ大爆発してくれお願いします。アッキーさん、実際問題町田戦勝利で終えても意識は町田大なり大なり大なり FC 東京なのは変わりないですけどね。そうですね、あの多くの方が言ってますけども、まあやっぱり今年は本当にリーグ戦に集中してほしいんですよ。昇格するためにはね、天皇杯優勝しても昇格できないんですよなんでやっぱり今年は本当にどんな試合が天皇杯あるとしたとしてもリーグ戦を最優先でいってほしいなと思いますね。ありがとうございます。ガッティ99さん、明日の国立決戦、そして水曜日の天皇杯でのダービー、ね、本当ですね、そうです。はい、ぜひ陰ながら応援しててください。ベルディ魂さん、サードユニ稲見にしました、ね、稲見にしてると多いんじゃないですかね。JV チャンネルさん、決起集会やってほしいな、今のところ情報ないですね。橋本さん、マリオ覚醒の時ね、マリオエンゲレスを諦めないの会をそろそろ結成しようと思っておりますので、その説はよろしくお願いしますベルディ魂さん、明日決起はないらしいです、ビスコ情報。あ、そうなんですね、やっぱり決起集会ないですね。まあ、決起集会するタイミングじゃないかもしれないですね。まあ、それぞれが気持ちを高めてその場に集まればいいと思います。正雄さん、新国立から徒歩15分のところに希望サンドイッチスタンドがありますよね。で、原宿にありますね。ラモスさんとかもケツさんも最近行ってましたね美味しいですので、ぜひご興味ある方は行ってみてはいかがでしょうか。明日町田センターゾーンで観戦視聴いたしますと、はい、ありがとうございます。春樹さん、一昨日竹下通りで千田とマリオに遭遇しました、本当にそうなんだありがとうございます、目撃情報。佐田定知さん、杉本選手、林選手、平選手、奈良間選手には試合に出場してないですが怪我なのでしょうかということなんですけど、平はそろそろかな、奈良間もタイミング合えば、林はどうなんだろう、杉本龍二はちょっとよくわかんないですね、すいません、最近の状況をすいません把握してないです。あ、ベルディ魂さんによると、そろそろ平林は復帰するのかなということなんですけど、どうかな、ありがとうございます。はい、ではちょっと今ざーっとコメント読ませさせていただきましたけど、残りの、スライドと、あと、一応町田戦については多くを述べましたので、それ以外の
ところでの何かあればあのコメントをいただければ後で触れていきたいと思います。さあまず順位を確認しておきましょう。前節終了時点の、J2 の順位表です。1位 FC 町田ゼルビア、2位が東京ヴェルディです。ゼルビアが町田ゼルビアがごめんなさいね、勝ち点が53でヴェルディが43ですので、その差10です。10、これをどう捉えるかですけども、やっぱり一歩一歩ね、この差を埋めていかなければいけないですけども、明日は直接叩ける貴重な機会です。なので明日絶対勝たなければいけない試合ということになります。下の大分トリニータが勝ち点1差の42で、ジュビロ磐田が勝ち点2差の41、ビファーレ長崎同じく勝ち点2差の41、ヴァンフォーレ甲府勝ち点3の差の、勝ち点40ということで、ここら辺もうねすぐ追いつかれちゃうんですよ、3から6位までのところって。ですんで、そこを死守するっていう意味においても明日は絶対に勝たなければいけない試合になります。な、僕は言うまでもないんですけど、すみません、ちょっとバップしなかったですね。はい、ですんで勝ちましょう。勝てば1位を詰められる、負ければおそらく自動昇格圏外に落ちる、まあ、2位より下に落ちちゃうってことですね。けどもそんなことは考えずに、もう明日は勝つことにもう全集中しましょう。勝ちしか、ね、見えないという感じですね。まあ、ちょっと先ほどいろいろちょっとお話しましたけど、個人的にはできる限り怒りをなんか自発的な行動のベースにしていけないようにして生きているつもりなんですね。まあ、そうして来ているので、まあ、できることはなるべく明日町田戦ではありますけど度外視して挑もうと思います。絶対に絶対にみんなの力で勝ちましょう、ね。そして、まあ、これにもちょっと触れとかないといけないですね。新たな仲間が入りましたね。6月新新井こと新井雄太選手、そして高田選手、そして7月に染野選手が入りました。3人ともやっぱ即戦力だと思うんですよね。僕は個人的には染野選手には強い思いがありますので、明日今シーズン初出場で何か大きなことをやってくれる予感を感じています。ようこそ東京ヴェルディへ、一緒に昇格を成し遂げましょうということで、3人を、まあ、今更かもしれませんけども大歓迎してね、もうすでにチーム溶け込んでると思いますけども、盛り上げていきましょう。はい、バモスってことね。バモスですね。さあ、そしてその他のところの話で言うと、先ほどからちょっと話がちらちら出てますけど、水曜日は天皇杯の FC 東京戦となります。で、まあ、いろんな思いが過去にあるんですけども、今年のこの対戦はリーグ戦の重さに比べると重要度が比較的低い試合と考えます。これは、まあ、人によってはそうじゃないよっていう方も当然いてしかるべきだと思うんですけども、そう思います。昨年におけるやっぱり川崎戦のような位置づけの試合になると思います。で、まあ、もう常にツイッター上でいろいろあるんですけども、安い挑発にはね、乗らずにね、我々らしい戦いをね挑んでいきたいと思います。本当に安いね挑発多いと思いますけども、本当に乗らないで、本当に我々のところ、自分たちにね、部分をこう、なんていうかな、自分たちのサッカーをやれるように応援していくような形でね、できたらいいなと思うんですよ。ですんで、そんな気持ちでやっていければいいなっていうふうに思いますね。とはいえね、やっぱりね、今は町田戦にフォーカスですよということで、明日の町田戦全力で勝ちに行きましょう。スライドは以上となりますね。さださだちさん、ホームで東京ヴェルディの勝利みたいですね。勝利を見たいですね。ホームでなんで勝てないんですかね。ね、謎ですよね。わかんないです。俺も本当に謎です。なぜ味の素スタジアムが我々にとって鬼門となっているのかが全然わかんないです。次のアジスタでの試合、まあ、天皇杯置いといてですけども、ホームゲーム、こっそりちょっとお祓いをね
俺神職でも何でもないんだけど、お祓いしようかなと思って、あと気づからない程度に塩をちょっと持ってこうかなと思って、あのボール裏の四隅というかそれぐらいの気持ちで言いますね、うん、ちょっとお祓いした方がいいんじゃないかな、うん。JV チャンネルさん、明日ももちろんホームで勝ってほしいですよね。ねえ、そうですね、本当にホームゲームで勝たないとね、あのよろしくないです。いろいろ対スポンサーって意味でもそうですし、やっぱりあのヴェルディサポーター、アウェーも言ってますけども、ホームの方がね、まあ、どこ の, あのチームもそうですけど、ホームがやっぱり一番そのチームを応援してくれる人が集まる場所なんで、ホームで勝たないとね、そのチームは盛り上がらないですよね。安倍さん、気持ちはホットに、プレーはクールに、山田と染めのフォワードに期待ですね。この2人の組み合わせも本当に楽しみですね。浅部さん、こんばんは。どうもこんばんはごめんなさいね。今日リーグ戦で天皇杯で当たるチームはなぜかヴェルディには負けられないという弾幕を出していた方がいたらしいですね。なんていうか、こう本当にあのヴェルディのことが気になっちゃって気になっちゃってしょうがないんですね。あの本当にもうなんかあの目の前にいる対戦相手のチームがどこであろうが、ヴェルディのことが気になっちゃって気になっちゃってしょうがないんですよ。これってなんか小学生における恋愛みたいなと同じ感情だと思うんですよね。自分は気づいてないだけで、本当は大好きなんじゃないかなっていう話ですよね。うん。ね。我々側にはそんな人はいないですけども。心理学の先生に聞いてみたいですよね。なぜ、あの、嫌いだと言ってるのに、こんなに、あの、全然関係ないところでそういうことをしてしまうのかっていうね。はい、ありがとうございます。アッキーさん、スコアは 1-0 でいい、ただし内容は圧倒したい。そうですね、はい、僕もそう思います。浜陽子さん、サードユニフォーム誰のナンバーにするかめちゃくちゃ悩んでおります。うん、そうですね、期待をね、やっぱり期待を持つ選手、柱となってくれる選手、うん、ですかね。まあ、悩み抜いて決めればよろしいと思いますね。はい、僕はあの自分の番号にしました、808番ですけども、はい、ありがとうございます。三上聡さん、こんばんは。こんばんは。気になって知られましたけども、今シーズンヴェルディアウェー9勝3敗、21得点6失点、目下アウェー7連勝中。町田のホームごめんなさい、町田のホームは9勝2分け1敗、23得点8失点と普通に良い試合を期待したいですね。もちろん勝ちますけども、うん、そうですね。いや、ここだけはやっぱりもうアウェーが勝つというね、アウェー番長ジンクスを継続でお願いしたいこの日曜日水曜日はそれでお願いしたいと思いますね。MN さん、18番の件で逆にチームの団結力は高まったと思ってますね。そうですね、あのなんていうか、こう、まあ、チーム団結にあたってのがん細胞みたいな感じになったと思うんですよ。あのいろんな話を読むにつけ、なんでそこは切除されたというふうに前向きに捉えたいと思いますね。ダッシュナイトさん、憎たらしいほど大嫌いな SNS なども目にしないようにブロックするはずですああ、そっか、あのフォローしてなくてもおすすめとかで出てきちゃうケースありますもんね。まあ、ミュートかブロックするしかないかもしれないですね。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでお送りしてきましたホッサンのオラジオですけども、今51分になりましたので、そろそろ、お別れの時間が近づいてまいりました。明日の町田戦の、ね、あの 勝つことしかイメージにないですけども、きっと多分難しい試合になると思うんですよ、勝つにしても。なのでさっき拓也くんが言ってましたけども、最後まで気を抜かずに
応援をやり抜くというところの部分が重要になってくると思います。もう一回ちょっとスライド出しましょうか。もう一回ちょっとさっきの拓也くんのスライド出しますね。明日は一人一人ができる限りの最大のサポートをお願いします。己の全てを出し切ってください。決して簡単な試合ではないです。たとえ苦しい展開になっても絶対に諦めず最後まで戦い続けてくださいということで、明日我々がまあ、なんていうかこう担うというかやりきるところの部分ってすごく重要だと思うので、本当に自分の中で今でも出せる最大限を使ってねやっていきましょう。そして旗とかね準備ありますんで、ぜひそこら辺抜かりなく明日を迎えたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。浅部さん、おっしゃる通りすぎでございます。我々としてはとにかくリーグ戦をという気持ちで、どうあっても明日改めて順位表を見ても、勝ちしかないという気持ちです。ありがとうございます。あゆみさん、阿部熊本戦お疲れ様でした。九州在住サポーとしては、私は勝利のラインダンスはたくさん見たんで今度こそチームサポーターに、いやホームサポーターに見せてあげてください、ね、ありがとうございます、ね、本当にね、アウェー遠方に行けば行くほど勝てるんですけどね、ホームではなかなか勝てない状況が続いてますからね、ありがとうございます。さだただちさん、お疲れ様でした。明日は東京ヴェルディ勝ちましょう。いい試合してほしいです、いい試合して勝ちましょう。我々のサッカーをして勝ちましょう。MN さん、みんなの心を一つにということで、そうですね、まあ、悪いことがあったらそれの反作用で、今反作用の方でね、みんなが固まってる気持ちが一つになってる部分っていうのは当然あると思うんで、まあ、怪我から生まれた巧妙じゃないですけど、これをプラスにねしていく意識で、ぜひみんなでまとまって一つになって難局を乗り越えて、ね、昇格成し遂げましょう。今年は、まあ、僕は長くヴェルディ見てますけども、今年は本当に大きなチャンスの年で、かつてねこのチームってすごく予算がすごいいっぱいあったんで、まあお金をうまく引っ張ってきて、いい選手を引っ張ってきてっていうところが、まあ容易にというか、まあ容易にって言うとあれですけど、ちょっと語弊があるかもしれないですけども、できやすい体制だった時代があったんですけども、それ以降の今のヴェルディで、ずっとやってきたわけです、十何年。その中でも最大のチャンスだと思ってます。ロティーナ時代よりも今の方がチャンスが大きいと思ってます。ですんで、なんとしてもやっぱりこの年、今年昇格をつかみたいと思ってますし、その腹積もりで、います。そう思う方が一人でも多くなるといいなっていうふうに思いますし、決してこうね、まず何ていうかな、すごくこう他者的なところで見たら、ね、戦力的にもそんなに予算大きな、ね、チームじゃないけども、でもやっぱりこのチームって結束力とか、あとチームでの戦術の理解度とか、やり抜くタフさとか、そういったところでね、微妙なところだと思うんですけども、他のチームに対して優位性っていうのを持ってきてるからこその今の2位だと思うので、それをね最大限バックアップして、応援してサポートして、昇格をね成し遂げていきましょう。でこれができれば本当にサポーターのとしてのね経験の中でも人生の中でもすごくエポックメイキング的なね大きな出来事になるし、なんかやっぱりね、こうどうしても今年やっぱり昇格しなければいけない理由があるんですよ、個人的にも。ですんで、なんとか出しときましょう、みんなの力で。ということで、今日もありがとうございました。こんな夜遅くまでそろそろ終わりにさせていただきます。橋本さん、前回対戦時ピッチに寝っ転がってばっかりだったチームに負けたくない。そうですね、ゴロンゴロン負けてね、知ってましたね、あからさまに、あんなチームには負けたくないですね。ヴェルディ魂さん、染野のハットで勝ちます、かっこ予測
まさともさん、俺のベルディカモン、ね、はい、ありがとうございます。はい、というわけでお送りしてきましたホッサンのラジオですが、今日はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。250名ぐらいの方に、ご覧いただいていたみたいです。本当にたくさんの方にご覧いただきましてありがとうございました。また、いいタイミングで、生配信していきたいと思います。ぜひまたお時間あれば、ご視聴いただければ幸いです。最後に高評価ボタンを押していただけると僕の今後のモチベーションになりますので押していただければ幸いです。今日はですね、ちょっと喉の調子が、お酒を飲むと軽やかになるということで日本酒を飲みながら配信させていただきまして大変失礼いたしました。酔っ払ってはいないんですけどね、いい感じでお話できてました、自分なりにはありがとうございます。というわけで、これで終わりにしたいと思います。さあ、じゃあ最後は、よいしょ、最後は懐かしの復帰ディエゴ・レアンドロによるなんかブラジルのダンスの写真を見ながら皆様とお別れいたしますここまでの相手は東京ヴェルディサポーターのホッサンでございました。お疲れ様でした。また明日新国立競技場でお会いいたしましょう。おやすみなさい。